マルコ・アントニ・オルビオは、メキシコのプロボクサー。コアウイラ州トレオン出身。元 WBC 世界ミドル級暫定王者。トレーナーは元 IBF 世界フェザー級王者、ロベルト・ガルシア。2000年5月17日、モンテレーで、プロデビュー戦を行い4回判定勝ち。2002年7月19日、ルイス・エンリケ・デルガドと、コアウイラ州スーパーウェルター級王座決定戦を行い、初回小勝ちで王座獲得に成功した。2002年9月6日、メキシコスーパーウェルター級王座決定戦をジャビエル・サンティバネスと対戦し2回 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2002年10月25日、ノルベルト・サンドバルと対戦し2回小勝ちで初防衛に成功した。2003年1月1日、サウル・ローマンと対戦し4回小勝ちで2度目の防衛に成功した。2003年2月21日、ファウリシのアビチアと対戦し初回小勝ちで3度目の防衛に成功した。2003年3月21日、ヘッス・メンドーサと対戦し、初回3ダウンルール適用のストップによる TKO 勝ちで4度目の防衛に成功した。2003年5月16日、ヘッス・アルセと対戦し3試合連続初回小勝ちで5度目の防衛に成功した。2003年8月1日、ホセ・バレラと WBC インターナショナルスーパーウェルター級王座決定戦を行い、2回小勝ちで王座獲得に成功した。2003年10月8日、初の海外試合となるロシア・モスクワでアクハメド・オリゴブと対戦し、初回59秒高速小勝ちで初防衛に成功した。2003年11月20日、WBC インターナショナル王座とメキシコ王座を同時にかけて、クリス・チャンソラーノと対戦し、初回2分51秒3ダウンルール適用のストップによる TKO 勝ちで、メキシコ王座は6度目、WBC インターナショナル王座2度目の防衛に成功した。2004年5月1日、アルフレド・アンカマフと対戦し、初回2分50秒 TKO 勝ちで3度目の防衛に成功した。2004年5月22日、フィッツ・バンデルプールと対戦し、初回3ダウンルール適用のストップによる TKO 勝ちで4度目の防衛に成功した。2004年8月5日、アメリカデビュー戦をテキサス州でジェフリー・ヒルと WBO インターコンチネンタルスーパーウェルター級王座決定戦を行い、7回34秒 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2004年9月18日、ネバダ州ラスベガスの MGM グランドで、コフィー・ジャンツァーと WBC インターナショナル王座と WBO 世界スーパーウェルター級王座の挑戦権をかけて対戦し、初回33秒高速小負けで WBC インターナショナル王座5度目の防衛と、指名挑戦権獲得に失敗した。2006年5月6日、MGM グランドで、元 IBF 世界スーパーウェルター級王者で、NABO 北米スーパーウェルター級王者カシム・オーマと対戦し12回1から2の判定負けで、王座獲得と WBC 世界スーパーウェルター級王者への指名挑戦権獲得に失敗した。2006年9月23日、ウクライナ・キエフのスポーツパレスで、後の WBO 世界、スーパーウェルター級王者ザウルベック・バイサングロフと WBC インターナショナルスーパーウェルター級王座決定戦を行い、初回2ダウンを奪うもその後は、バイサングロフに全てのラウンドを取られる展開になり12回0から3の判定負けで王座獲得に失敗した。2007年1月1日、ダニエル・スタニスラブ・ジェベクと、WBA フェデセントロミドル級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちで王座獲得に成功した。2007年6月8日、ホルヘ・ダビオ・デビッド・ゴメスと対戦し3回2分26秒 TKO 勝ちで初防衛に成功した。2008年2月9日、FACARBOXミドル級王者ホセ・ルイス・ゼルチェと対戦し7回2分22秒。TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2008年10月18日、ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォークホールで WBC 世界ミドル級王者への挑戦権をかけてエンリケ・オルネラスと対戦し12回2-1の判定勝ちで挑戦権獲得に成功した。2009年2月21日、オハイオ州ヤングスタウンのコベリセンターで WBC ・ WBO リングマガジン認定世界ミドル級王者ケリー・パブリクと対戦し9回終了時棄権で王座獲得に失敗した。2009年10月31日、WBC ラテンアメリカミドル級王座決定戦をホセ・ミゲル・ロドリゲス・ベリオと対戦し、初回 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2010年1月16日、元 WBA 世界ウェルター級王者リゴベルト・アルバレスと対戦し9回1分32秒、TKO 勝ちで初防衛に成功した。2010年6月12日、サムエル・ミラーと WBC ラテンアメリカミドル級王座決定戦を行い、12回3-0の判定勝ちで5ヶ月ぶりに王座返り咲きに成功した。2010年8月21日、ホセ・ルイス・ゼルチェと対戦し6回1分16秒、TKO 勝ちで初防衛に成功した。2011年4月8日、敵地カナダで25戦全勝で強打を誇る若手ホープのデイビッド・レミューと対戦、7回 TKO 勝ちでレミューに初黒星をつけた。2011年11月1日、ウィルソン・サンタナと WBC ラテンアメリカスーパーミドル級王座決定戦を行い、8回45秒 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2011年9月3日、モハメド・アクロンと WBC ラテンアメリカミドル級暫定王座決定戦を行い、5回小勝ちで王座獲得に成功した。2012年2月4日、テキサス州サンアントニオのアラモドームで WBC 世界ミドル級王者フリオセサール・チャベス・ジュニアと対戦し12回0-3の判定負けでまたしても王座獲得に失敗した。2012年6月30日、IBF インターナショナルミドル級王座決定戦をホルヘ・コタと対戦し7回 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2012年9月8日、WBF 世界スーパーミドル級王座決定戦をカルロス・バルドミールと行い、4回終了時棄権で王座獲得に成功した。2012年12月22日、マイケル・ロサレスと対戦し初回と11回にダウンを奪い最後はレフェリーストップとなる11回1分3秒 TKO 勝ちで初防衛に成功した。2014年4月5日、チワワ州のグランエスタディオで WBC 世界ミドル級暫定王座決定戦をドメニコ・スパダと行い10回1分38秒小勝ちを納め念願の王座獲得に成功した。2014年10月18日、カリフォルニア州カーソンのホームデポセンターテニスコートで、WBA イボ世界ミドル級スーパー王者、ゲンナジー・ゴロフキンと対戦する予定だったが、前日計量でルビオがミドル級の契約体重である160ポンドを 1.8 ポンドオーバーの 161.8 ポンドを計測し、2時間の猶予を与えられたが、体力の減退を理由に再計量も拒否したため、ルビオは体重超過で WBC 世界ミドル級暫定王座を剥奪され、$100,000の罰金と1ポンドにつき$50,000のペナルティーが課されることとなり、ルビオが勝てば、イボ王座と WBA スーパー王座は空位になるのと、同時に WBC 暫定王座が消滅する条件で、試合は通常に行われ、立ち上がりからゴロフキンに左ジャブで試合を組み立てられ初回終了間際に右ストレートをねじ込み込まれ、2回もゴロフキンの左フックから右アッパーへのコンビネーションで劣勢に立たされ、守勢に回ったルビオはゴロフキンの左フックを脳天に突き刺すダウンを奪われると、レフェリーがそのまま10カウントを数え、2回1分19秒小負けを喫した。2015年9月6日、テキサス州コーパスクリスティのアメリカンバンクセンターで、元 WBC 世界スーパーミドル級王者アンソニー・ディレルとスーパーミドル級10回戦を行う予定だったが、リレルが前日計量で 170.6 ポンドを計測し、計量失格になりかけたものの、1時間後の再計量で 169.6 ポンドを計測し、計量失格を免れ、試合は前日計量で 169.4 ポンドを計測したルビオと通常に行われ、10回0から3の判定負けを喫し再起と生き残りに失敗した。ありがとうございます。